はい、チーム超人アベンです。今日は秋田市、秋田駅から徒歩10分ぐらいのホルモン、サルさん来てますね。こちら美味しいホルモンが食べられるということでね、聞いておりますので、この後行ってみようと思います。はい、来ましたね。こちら、一番右はホルモンで、初元に小袋。それぞれね、すごい新鮮な肉をね、その場で、切って提供してくれてる感じで、こちら、炭火で焼いて食べるスタイルのようですね。そろそろいい感じで焼けてきましたね。ちょっと食べていこうかと思います。これ小袋ですね。初のとこれは普通のホルモンですね。まあ直腸のところですね。ちょっといただいていきましょう。新鮮なホルモンですね。臭みは全くなし。美味しい。はい、松本。はいはい、いいと思います。塩味で、はい。で、こちらが、ホルモン。あ、すみません。これハラミだ、ハラミ。言い間違えました。こちらハラミですね。うん、うまっ。ホルモンの余分な脂が抜けていい感じになりますね。これね、ハラミ、ハラミを初元と言い間違えてました、ごめんなさい。でこれが小袋、ハラミは横隔膜ですね。で小袋は、子宮のところに当たりますね。塩とかもいきましょう。個人的にこういう、新鮮なやつは塩が一番うまいような気もします。やっぱ肉の旨味が強いですよね。袋は意外とね、あっさりしてて食感がいいんですよね。油もそんなに良くないですしね。でこれ本当に腸だなって分かるような輪郭ですよね。油の旨味は強いですけど、そこまでベタベタした感じしないですね。でこちらが初元でね、来ましたので、この後焼いていこうと思います。まず初元いきますかね。
りしてすごいコリコリしてますね。だからそういった意味では小袋にちょっと似てるんでしょうけど、厚みはもうちょっと薄いのかな。うん、小袋の方がちょっとしっとり感がある味ですね。うん、だからこれも食べ比べると結構面白いですね。ホルモンはやっぱり安定の美味しさですよね。やっぱりハラミの王道かな。うん、タレも濃すぎないですね。パッと見濃い味付けに見えそうですけどね、そこまでこのやっぱり鮮度のいいホルモンを邪魔しない味になってますね。まあ、この後ちょっと飲み食いしていきますね。はい、いただいてまいりました。ホルモンサルさん、本当にね美味しいホルモンでしたね。で、あの大将だとかともねちょっといろいろ話したんですけど、気さくでね楽しく会話も弾むようなお店でした。でね、あれだけ食べて飲んで、2000円いかないぐらいでしたのでね、非常に値段もリーズナブルですね。で、平日だとか結構ね早い時間が空いていることがあるようなので、また行きたいと思いますね。美味しかったです。ホルモンサルさん、ごちそうさまでした。以上、チーム超人アベンでした。ご視聴ありがとうございました。ヘバナ。